い、皆さん、こんにちは。今日から2回に分けて、スタジオワンを使ったインスタコンポーザーとユージャムシリーズをうまく活用した楽曲制作のお話をしていきたいと思います。わあ、ほんと、楽しみ。今日は、まずはユージャムの部分をお話ししていきたいと思います。ユージャムって難しいのかな？そんなことないよ。超簡単。もうね、2年ぐらい前からユージャムをどんどん使って、いろいろ楽曲制作してるんだよね。私もできるかな？うん、絶対にできるから、頑張って勉強してね。はい。じゃあ、最初はギターからやっていこうかな。ドラムとかベースもいいんだけれども、イメージが湧きやすいように、ギターから今日はやりますね。はい、わかりました。今、コード進行が上の方に書いてあります。そして、画面の左の方にイントロ2とか、A メロ8という風に、このような構成で、今日は作っていこうと思っています。ですから、そんな感じでコード進行を入れてあるんです。コード進行って入れるの難しいんですか？いや、そんなことないよ。コード進行は、上のコードトラックをダブルクリックをするだけで、こんな風にコードセレクターというのが出てくる。そこで選択するだけで、コード進行が決めれるんですよ。へえ。じゃあ、そうやって、コードだけは準備しています。そしてコードトラックの上には、アレンジトラックというのがあって、わかりやすいように、こうやって、イントロとか、A とか B とか、書いておく方がいいんだよ。ちょっと面倒でも、それは先にやっておくと、どこを作ってるか、よくわかるのでいいんですよ。だから、必ず、このように、アレンジトラックをやっておく方が、自分のガイドにもなるからね。じゃあ、そうやってコード進行を作ったら、次は、ここにそれを引っ張ってくるだけで、和音コードを打ち込みする必要はないんですよ。じゃあ、このように選択して、このトラックをここにある VG シルクってなってるんですけれども、ユージャムのナイロンギター。このナイロンギターにアルペジオを弾いてもらいますよ。ぎゅーっと引っ張ってきます。そうするとこのようになりました。便利ですね。そして、これを確認のためにダブルクリックします。すると、このように、ピアノロールにちゃんと入っています。その時に、ここが C4 という音域に入ってますよね。これより下はないから、これで大丈夫。ここより下に来ると、ユージャムのルールに合わないから気をつけてね。もう少しちゃんと教えてくださいよ。はい、これは、ここにあるように、C4 以上のところにコードを書くようになっています。これはルールなんですよ。だから、ここの上に書かないと、音が鳴ってくれないんです。じゃあ、これで一度鳴らしてみましょう。もうできてる。ですよね。そう。こんなに簡単にユージャムではできるんですよ。もっと変わったのってできるの？うん。変わったフレーズもできますよ。それは、このスタイルっていうので選びます。ちょっと、どんどん選んでいくから見ててね。はい。このように一覧から選ぶこともできるんですけれども、この左右の矢印を押しながらやっていきます。これは三拍子ですね。これいいね。じゃあこれに決めましょうね。それスリーフィンガーって言うんじゃないんですか？そうそう。その通りだよ。ということで、これを選択します。この中にもスタイルフレーズは、いろんなパターンが、少し違いの、バリエーションがあるんですよ。へえ。ちょっとやってみましょう。
これがいいですね。じゃあそれに決めましょう。ということで、じゃあこれはもう決まりね。質問。こうやっていくと、一番最後、エンディングってどうなるんでしょう？それは、ここにコモンフレーズっていうところに、最後にジャラーンと弾く、白玉っていうのがあるんだよ。ちょっとやってみようね。例えばこれを選んでおくと。こうやって、1小節の全音符の音が流れるような、こんなエンディング用のフレーズもあるんだよ。じゃあ、これはどうやって指定するのですか？それはね、この一番最後のここ。ここにそれを指定しないといけないんだよ。今見てたように、ここはピアノ音域で、1234という風に決められた。音程の高さがあるんだけれども、ここは、レの音。この、レの音を入力すればいいんだよ。はい。わかるかな？ここですよ。はい、わかりました。じゃあ、それを、最後のこの小節に入れたいと思います。スタジオ1では、上のアレンジビューと、ピアノロールを一緒に見るために、こういうボタンがあるから、一緒の大きさで見るとわかりやすいよ。じゃあ、この31小節目のところに、レの音を入れてみます。ペイントツールに持ち替えて、そして、音の長さは、どんな長さで入れてもいいんですよ。だから、ここにこのように書いておきます。これは、少しぐらいは、前に来ても大丈夫。次の音符が鳴るところから、効果が効くようになっています。勉強になるね。じゃあ、これで、ちょっと手前から聞いてみましょう。あれ？なんか最後のところだけに指定したはずなのに。そう、これはこのようにするときは、曲の途中のときはどうするか、ということも、指定しておかないといけないんだよ。だから、先ほど選んだフレーズ、これがいいねって言ってた、このソのシャープを、2の高さの、オクターブ領域に入れるんだよ。はい、でも、ちょっと難しくなってきました。じゃあ、先頭からそのように入れておきましょう。音程2のソのシャープ、ここだよ。ここに入れていくのだけれども、こういうステップ入力というのにしておくと、案外便利。その階段マークみたいなのですね。はい、これで、全音符が、入ります。ちょっとずれたから、前にやっておこう。はい、これができたら、もう、全部にコピーをすればいいから。スタジオ1では、D のショートカットキーです。もし、途中でフレーズを変えたいときは、ここを変えればいいということになります。ちょっと、練習のために、少し変えておきましょう。27小節から、エンディングだから、ちょっと変えてみましょう。はい。これをここまでやって、27小節は、一つ下げておきましょう。ちょっと違うフレーズが演奏されます。じゃあこの辺から聞いてみましょう。はい、こんな感じですね。今日は、全体の流れを見てもらうためだから、細かいところは、また、みんな、ゆっくり勉強してくださいね。じゃあ、これで、ナイロンギターが入りました。案外簡単ですね。そうだよ。そんなに難しくないんだよ。そして、これがもう出来上がってしまえば、これからはもっと簡単なんだよ。次はここに、アコースティックギターの音源があるんだけれども、これは、もう、このアルペジオトラックのMIDIをコピーするだけ。こんな感じで、下に持ってくるんだけれども、動かし出してから、コントロールキーを押せば、このように複製ができるよ。これでいいんだよ。え、これでいいって？それでできちゃうの？そうだよ、これでできちゃうんだよ。じゃあ聞いてみましょう。本当に何もしないで、ただ再生するだけ。でも、アンバーっていうのが、どんなのか、ちょっと見ておこうね。
これだけで簡単にできちゃうということです。簡単でしょ？わあ、簡単だ。私にもできそう。じゃあ、ちょっと応用として、このサビのところだけ、少しパターンを変えておこうね。どんなパターンにするか、今は先ほどと同じだから。ここでフレーズ指定は、そのシャープのところで指定したのだけれども、ちょっと、他のフレーズに変えてみます。例えば、これで主張するときは、ここに、ラッチというボタンがあるから、そのラッチというボタンを押して、このコードエリアのどこでもいいから押してみると、音が流れます。はい、この音程3のところのその音、ちょっと合うかどうか、わからないけれども、ここに変えてみましょう。サビからを変えます。ここから、8小節分。ここまでかな？そこまでですね。村長さん、老眼で見えないの？突っ込むな。これを、その音まで上げていきます。はい。ここまで上げれました。これで演奏方法が変わります。この辺からやってみましょう。わかりやすいように、これをソロにしておくね。はい。このようにして、自分の好きなパターンというのを選んでいくんですよ。はい、わかりました。わかったって言っても、本当にわかってるのかな？はい、やってみないとわからないですよね。その通り。何でも実践が大事だよ。じゃあ、これで2つが入りましたよね。それじゃあ、ここにベースも入れちゃいましょう。へえ、ベースも、そんな簡単にできるの？もう、すぐにできちゃうよ。じゃあ、これを。そのままコピーします。え？またコピー？そうだよ。これを、上の VB ロイヤルって書いたのが、ベースなので、そこに上げていきます。上げるときはさっきと同じく、動かし出してから、コントロールキーだったよね。はい。このようにできました。このトラック、ちょっと、この辺のところが違うよね。色がついてるとかいうのが違います。ユージャムのベースは、バージョン2という仕様になっていて、それが、このように、もうスタジオ1と連携して、そして、こういうキースイッチって言うんだけれども、こういうエリアは、別扱いになって、双方指定が、とっても便利にできるようになっています。その細かいところは、もうちょっと、上達してから、勉強しましょうね。ここは、一旦消して、ペイントツールに持ち替えて、ここの領域に書いていきましょう。どんなフレーズがいいか先に選んでからにしましょうね。これも先ほどと同じようにラッチを押してそしてスタイルを選びましょう。こっちのコモンフレーズででも選んでみましょう。はい、今回は、こんな簡単なベースのフレーズにします。そして、ちょっと今、ベースの音が賑やかだったけれども、このロイヤルというソフトには、フィニッシャーという、すごく面白いエフェクターがついてるんですが、ちょっと、これは今のところ切っておきます。そうなんだ、それも聞きたかったな。
それはまた、次の段階でやってみましょう。もう一度、音を確認します。普通な音に戻りましたね。じゃあそれで、ここは、0のオクターブのラの音に指定します。ここに書いていきますね。鉛筆に持ち替えて、先ほどと同じように、これでいいかな？じゃあこれもコピーしてみましょう。はい、そして最後は「ジャラーン」で終わりたいからここだけは変えてみましょうね。そして上の方は消しておきます。はい、これは先ほどと同じようにこの「レ」の音あたりが白玉だと思うんですけれども、ちょっとやってみましょう。これですね。どのシャープになります？はい、じゃあこれにします。このようにできました。ずれてないか大きくしてみましょう。大丈夫ですね。先ほども言いましたように、ちょっと前ぐらいは大丈夫です。少し前にしておく方が安全ですから。ここにもゴミのような音符があったので消しておきます。ゴミって？はい、これでベースまで完成しました。もう、本当にベースまでできちゃった。そうです。聞いてみますか？いや、ちょっと、それは、後のお楽しみにします。はい、じゃあ、今日の最後に、ドラムを入れたいと思います。ドラムは、VT ソリッドっていう、汎用的に使えて、そして、フレーズも、ポップスからロック、応用範囲の広いドラムです。ちょっと見てみましょう。こんな感じですね。どんなフレーズがいいか確かめてみます。またラッチを押します。そして、ここにはバースとかコーラスとかそういうのがありますけれども、今日は、ここも、一番簡単に A メロを B メロに入れて、そして、コーラスフレーズをサビのところにだけ入れます。でも、どんなのが合うか、わかりにくいですよね。確かにそうですね。だからやっぱり鳴らしながら、やる方がいいんじゃないかな。じゃあそうしましょう。流しながら確かめてみます。シンプルなのが合いそうですね。ユージャムのドラムの場合は、MIDI のトラックにいろいろ指示を入れるのではなくって、便利なように、ドラッグ&ドロップができるようになってるんです。だからここのところを、このようにドラッグ&ドロップしてみましょう。そして、イントロは2小節なんで、こうやって2小節に合わせておきましょう。わかりにくくなるのでね。じゃあ、ここから、もう一度、同じフレーズをここに入れたいと思います。そして複製します。サビはちょっと変えたいですね。こんなのはどうでしょうか。いいかもですね。じゃあこれでやってみましょう。鍵盤の上の方のプツプツと印がついているところがあるんですが、それをこのようにして引っ張っていきます。そしてコピーをします。エンディングはまた、最初のグルーブに戻った方がいいので、これをこちらに載せます。
そして一番最後は、エンディングっていうのがあるので、これどうなのか、ちょっと聞いてみましょう。エンディングってなってるのは、この黒鍵のところにある2つのパターンです。じゃーん、ですね。そして隣は、はい、ロックの終わり方みたいになってますよね。何か、それ、ちょっと派手そう。これは、簡単な方にしておきます。じゃーんというシンバルだけですね。はい。これでできました。ただサビのところに、少しフィルインが欲しいですので、そのフィルを入れてみましょう。はい、こうやって3つのパターンがあります。この3つのパターンのうちどれかを選びます。じゃあこれにします。それをサビの手前にマウスドラッグして持っていきます。はい、こんな感じですね。はい、出来上がりました。もうできたのですか？はい、そうですよ。今日の予定の練習分ですけどね。じゃあこれで確かめてみましょう。ちょっとミキシングもやっていきますね。こんな感じにうまくできてきましたね。でもドラムのところとかはもうミディデータになってるので、このミディデータを例えばこのフィルインが少し違うなとか思えばここを編集していくこともできます。ただしこのギター音源は約束ごとで動いていますので、これは変えられません。この理由はまた次の段階でお話をしたいと思います。このベースはバージョン2というのになっていて、先ほどのドラムと同じようにドラッグ&ドロップで、MIDI のフレーズを DAW に送ることができます。ちょっとだけやってみます。こういうことです。通常はこのように、白玉の和音で指定するんですけれども、そうではなく、このように、右の音符データ自身をドラッグ&ドロップもできます。こうなれば普通に、MIDI のデータと同じように編集をしたりということができるようになるわけです。この話もまた、次の段階にしたいと思っています。一旦消しておきますね。今日は、このように UJAM を使って、ベース、ドラム、そしてギター2本、これを使って、簡単にアレンジするところまでお話ししました。どうですか？はい。なんか分かったような、分からないような。でもちょっとだけ、私にもできそう。そんな感じに思いました。そうだね。頑張ったら誰でもできるよ。だから、これからも少しずつ勉強していきましょう。もう、今11月になってますから、近いうちにブラックフライデー、今も、いろんなキャンペーンが、もう始まっています。ですから安く手に入れられる時期です。私も欲しいな。お小遣いがたまったら買ってみようね。うまくキャンペーンのところで買えるように、よくネットなんかを
勉強しててくださいね。はい、わかりました。じゃあ、今日はスタジオワンを使ったユージャムの使い方を勉強しましたが、別にこれは DAW はどのメーカーのものでも同じですので、皆さんも挑戦してみてください。村長スタジオがお届けしました。またね。